田中さん、この時間台風13号県内に最も接近していますが、はい、なぜ一番近くにあるのにこの時間雨が降っていないんでしょうか。はい、まずは進路予想図ご覧ください。現在台風13号静岡県のすぐ南海上に近づいてきています。まあ、ただ今回の台風の特徴は中心付近に雨雲がないということなんです。この後の雨と風の予想をご覧ください。静岡県の南海上で渦を巻いているところ、この辺りが台風の中心付近と見られます。この中心付近から離れたところで活発な雨雲が発生しているということがわかります。県内ではほとんど雨雲がかかっていないんです。では現在の天気はどうでしょうか。山崎さん、外の様子を伝えてください。はい、静岡市駿河区の用宗海岸に来ています。6時4分頃に日の入りの時刻を迎えまして、この辺り一気にぐっと暗くなりました。かろうじて上空見えると思うんですが、辺り一面厚い雲に覆われています。今回の台風は非常にゆっくり動く台風ということで、雲もゆっくりと流れています。私は午後3時頃にこちらに着きましたが、その時は青空も見えて日が差している様子でした。ただ午後5時頃にはですね、ぽつりぽつりと雨が降ってきて一瞬強く降る時間もありました。ただ現在は雨は降っていません。山崎さん、風はどうでしょうか。はい、風は強くなったり弱くなったりを繰り返していて、今は結構強いです。後ろの木々を見てみると揺れているのが確認できますよね。地元の方によりますと、今日はいつもより風は強く、また波も高いということでした。強い台風が直撃した際は、あちらの白い灯台の隣にある防波堤を越える高い波が打ちつけるんですけれども、今回はそれほど勢力は強くないということで、そういった様子は見られませんでした。以上、用宗海岸からでした。ありがとうございます。現在台風はすぐ近くまで近づいていますが、これだけ近づいていても比較的普段と比べると穏やかな天気と言ってもいいのではないでしょうか。まあ、ただ去年の台風15号の時は違いました。同じような場所まで台風が迫ってきて、県内では記録的な雨の降り方となっていたんです。ご覧ください。去年の9月、台風15号による大雨の様子です。浜松では道路が水に浸かりました。1時間に100ミリを超えるような猛烈な雨が降って、記録的短時間大雨情報が今までにないほど繰り返し発表されたんです。静岡市中心部でもたった12時間で400ミリ以上の雨が降って、記録的な降り方となっていました。この時と今回の違いは、風がぶつかっていた場所なんです。去年の9月23日夜9時の天気図をご覧ください。ちょうどこの夜9時で台風15号は熱帯低気圧に変わりました。まあ、ただ熱帯由来の非常に湿った空気が静岡県に流れ込んでいました。そしてもう一つ、北にある高気圧の縁を回るようにして湿った空気がちょうど静岡県でぶつかっていた、これが去年の台風15号の時だったんです。一方、今日の天気図をご覧ください。今日も同じような場所に台風13号がありました。この台風からは非常に湿った空気が流れ込んでいたんですが、今回は北にある高気圧から回ってくる風がちょうど千葉県あたりでぶつかっていたんです。そのためわずかに静岡県から活発な雨雲がずれ、関東地方で記録的な大雨となっていたということになるんです。さあ、比較的県内は落ち着いた天気となっていますが、明日にかけてまだにわか雨には注意が必要です。